高評価しないと食べちゃうぞ。今日はゲームでもしようかな。スーパーマリオブラザーズをやるぞ。頑張ってクリアするぞ。うわぁ、マリオじゃなくて青鬼だ。こいつこんなとこにも現れてくるのか。でも青鬼ならこんなゲーム簡単にクリアできそうだな。クリボーなんてぶつかっても普通に倒せそうだけども、踏んづけてやる。あれ、なぜか踏んだのにゲームオーバー。こいつめっちゃ弱。クリボーより弱いやつなんているんだ。敵は踏んではいけないのか。ならばかわしてやる。ブロックに当たってゲームオーバー。ブロックにも当たったらダメなんて難しすぎるよ。ブロックに注意しながらかわさないといけないのね。よし、ブロックを叩いてキノコゲットだって。下通れない。頭打ってゲームオーバー。下通れるようにしとけよ。何のためのハテナボックスだよ。というか青鬼の頭がでかいのがいけないのか。ここはもう上を通るしかないのか。こんな初歩を突破するだけだったのにめっちゃ大変だったな。お、今度は下を通れそうだ。これでハテナボックスが取れるぞ。キノコゲットだって、頭強く打ちすぎてゲームオーバー。ちょっとは我慢しろよ。アイテム取れねえじゃねえかよ。さっきはジャンプボタン強く押しすぎたからソフトに押そう。キノコ出てきた。これで大きくなれるぞって、どこが大きくなるんだ。ってキノコ食らってゲームオーバー。アイテムだと思ってたキノコがまさかの敵かよ。おお、土管があるぞ。この中に入れるかな。あ、入れた。下には何があるのかな。着地失敗でゲームオーバー。高いところから落ちてもダメかよ。このゲーム難しすぎるよ。コインにぶつかってもゲームオーバーだし、甲羅でのやられ方悲惨だし、ワンワン怖すぎてゲームオーバーだし、こんなのクリアできないよ。でも何十年ってかかってようやく最終ステージ。時間かかりすぎて僕ももうハゲちゃったよ。ここまで来たからにはクリアするぞ。さあ出てこいクッパって、ノコノコかよ。こんなのノコノコを飛び越えて斧をタッチして終わりだーって、斧でゲームオーバー。どうやってジャンプしても斧で死ぬやつだ。もう諦めよう。高評価しないと食べちゃうぞ。